ダゾーン。ボールキーパーは長い、ディフェンス4人、右から2番の三輪、47番の水口、23番の秋山、6番の立野です。ダブルボランチが7月以来のスタメン、33番のウ・サンホ、そして25番の武井は前節ゴールがありました。右サイドハーフに10番の久保、左サイドハーフに19番の増田を予想します。ツートップが34番の古川と43番の西村です。ゴールキーパーは大久保、ディフェンスは3バックです。18番の宮市、24番の山内、17番の新座と、ダブルボランチが30番の足立、4番の深川、右のウィングに6番の高橋、左のウィングに15番の鏡、そしてツーシャドウが32番の上笹抜きと10番のオタボーケネス、そして39番の川辺は前節2ゴールを挙げたスピードスターです。ヘディングの強い古川がペナルティーマーク付近、その近く、そらして後ろからシュートに行った、決まった、久保陸斗ゴール。前半の19分、10番を背負う久保がやりました。 FC 大阪先制。2日前の練習の際から今日のゲームで得点を取りたいという力強い意気込みを語っていましたが、まさにその言葉通り、パーから右足を振り抜きました。先制すれば強い FC 大阪がこの第31節前半の19分に先制です。さあ、このチャンスを生かせるか岩手グルージャモリカ、左足でクロスを上げて中央、オタボーケネスにはつながりません。4番の深川、そして30番の足立、もう一度チャンスになるか、宮市が上がってきています。深川のシュート、バーに当たった、もう一度後ろに預けて、今度は右に振っていく立野、左の増田に通りました。中央選手は3人4人、立野のクロス、ヘッド、バーの上、最後は34番の古川に合わせていきました。ヘディングの強い古川でしたが、少し難しい体勢だったでしょうか。またどこにいてほしいか、要求もしてほしい、そういう要求し合うことが大事なんだという話を古川はゲーム前にしていました。さあ、ここもボールを奪った FC 大阪、左サイドから後ろに預けて、さあ久保、2ゴール目なるか、久保がまだ持つ、まだ持つ、シュート弾いて大久保、ナイスセーブ。増田がプレス、さあ島田にボールがつながった、右には古川がいる、どうするか、島田ボールを持って囲むように守った、まだある、増田、増田の左足、島田ヘッド、入ってきていきなりシュートシーンでしたが、枠は捉えられませんでした。天を仰いだ島田匠です。さあ島田、左から立ちの曲がってこようとしています。島田が打っていった、距離のあるところから右足を振り抜いていきました。左手を上げたウサンホ、カネラ、枠は捉えられませんでした。エベルトン・カネラです。決まっていれば J 初ゴールとなっていましたが、カネラがゴールの前にいる、そのカネラ、奥からサドスが預けて、久保だ、最後カネラに当たって、しかしオフサイドです。久保から最後カネラが合わせましたが、オフサイドポジションにいました。神野監督体制、苦しんだ岩手、同点に追いつけるか、星川圭監督率いる中での7戦目になっています。今シーズン初の連勝へ向けて、さあ一方 FC 大阪、カネラの右足どうだ、ゴールの右、少しカーブ回転をかけていきましたが、枠には収まりませんでした。中央こぼれていって右足、最後はファーからすぐさま打っていきました。さあ増田、増田からこのスルーパスが通った、さあ島田チャンスになる、1対1、島田のシュートはキーパーブロック、もう一度かき出した、
最後は深津が守備、キーパーと1対1、よく守りました大久保です。クリアできるか、久保がボールを収めました。さあ一人で一気に攻撃に持っていく、2ゴール目なるか、久保陸斗相手を剥がして今度は三丸をつけた、三丸のシュートはどうだ、左を抜けた、ベンチも頭を抱えました。3ヶ月ぶりのホーム白星なるか、カネラを狙う、こぼれた球、さあ久保が行く、久保が行く、久保の2点目なるか、大久保から久保がどうするか、預けてカネラだ、カネラのシュートはここも守った岩手。そして今試合終了を告げる笛、笑顔の大竹監督、3ヶ月ぶりのホーム白星、10番をつける久保の先制ゴール、数々のチャンスを作りましたが最後まで堅い守備は崩れることはありませんでした。1対0 SC 大阪が岩手グルージャ盛岡を下し勝ち点3を掴んでいます。 DAZN